どうも、高志絵です。今日は我が家のミシシッピニオイガメ2匹ですね。のご紹介です。えー、でもまだ我が家に来て半年ぐらいですかね。普段は、えー、単独飼育してます。で、水槽を洗うときとか、 ですかね、たまに一緒にいさせますただま水槽並べてますのでまあ亀がお互いの顔を覚えるかどうかわかんないですけどもまあお隣さんっていう感じで慣れているとは思うんですけれどもどうなんでしょう今日ちょっといつもと違う場所に入ってるんで落ち着かない様子です まあこちらの子の方が後からお迎えしたんですけれども体の方は大きくなってますね。でまた正確には私有の判別がつかないんですがこっちの子がおそらく男の子じゃないかなと思ってます。 なんか最初から尻尾がちょっと奇形じゃないですけれどもこう伸びないんですねずーっと垂れたままでまあ今もそうですねちょっと尻尾張り付いた感じになっちゃってますであちらの子は、まあ、間違いなく女の子でしょうねえー、オスの特徴が全くないので まあこちらの子はまあどちらもでもいいんですけどまあペアになれればいいかなと思ってます。 ちょっとですね、向かいの家がですね建築中でガタ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 音がして、えー、振動も来たりしてちょっとこの子たちに落ち着かない環境ではありますかね。 そんな感じです。じゃあ今日のところはこの辺でまたこの子たち登場させたいと思います。それではまたよろしくお願いします。